天才王子の赤字国家再生術ショートドラマ第7弾ガールズトーク。ガールズトークをしようと思います。何ですって？ガールズトークですよ。ガールズトーク、野郎どもは立ち入り厳禁な乙女の花園。そこに咲くのは消えゆく花火かあだ花か、よそではとても口に出せないような赤裸々トークをしちゃいましょう。普通に嫌だけど。どうしてですか？私はそんなに暇じゃないのよ。他のお友達とやりなさい。私ニニム以外にこういう話する人いないんですが。あ、ごめんなさい、悪いこと言ったわね。じゃ、なんですかその哀れみの目は。言っておきますけど、私はぼっちじゃありませんからね。私のは能動的に孤独になっているのであって、決して周りから敬遠されているわけではありません。これはここ、そう、畳にあるからこその一人なんですよ。そう。ああ、また見下すようなその姿勢。でもニニムにそういう目で見られるのちょっといいかもしれません。新たな扉が開きそう。もう帰っていいかしら？待って待って、